肉の町、三重県は松阪市。私たちが世界に誇るは肉の芸術品、松阪牛。ですが、長く市民に愛され続けるお肉がもう一つあります。鳥です。鳥。ということで、肉の町、松阪のソウルフード、鳥焼肉のお店から、ぜひ食べてほしい、うちの一品をご紹介します。ナレーションは私、松阪市ブランド大使の中川静香がお送りします。さあ、今回ご紹介するお店はこちら、松阪市小黒田町にある鳥壺さんです。元オーナーの後を引き継ぎ10年以上この地に続く鳥料理のお店鳥壺さん。古き良き落ち着いた雰囲気の店内はとっても居心地がいい。この地域に多くの常連さんを抱える鳥壺さん、子供からお年寄りまで幅広い世代のお客さんでにぎわいます。最近は若い女性にとても人気。さあ、鳥壺さんのうちの一品ご紹介いただきましょう。はい、お待たせしました。鳥壺うちの一品、若鶏になります。若鶏、おいしそう。うちは提供するお肉の鮮度にこだわっております。こちらの若鶏もプリプリで新鮮なものになります。お肉の旨味と昔ながらの味噌だれがマッチして最高です。若い子たちはせせりと砂肝をよく頼まれます。こちらは塩コショウで食べてもらうのがおすすめです。もう一つ、鶏壺に来てもらったら食べてもらいたいのが鶏乳麺です。鶏のお出汁がよく効いてあっさり食べてもらえます。締めにぴったりの一品です。アットホームで地域の皆さんに愛される鶏壺さん。うちの一品は若鶏。新鮮な鶏料理はどれも絶品です。鶏乳麺も絶対美味しい。今回ご紹介した鶏壺さん、所在地、営業時間、定休日はご覧の通りです。ぜひ行ってみてくださいね。